何せあのような悟空さん、私も見るのは初めてです。父さんのものとは全く違います。ただ早いだけじゃない、攻撃に移る気配が全く読めませんでした。ああ先の時も同じだ。どうなってやがる。この目で見てもなお奴が行動したという実感がつかめん。貴様に何が起こったのだ、カカロット。往生際が悪いぞ孫悟空。貴様はすでに敗北したのだ。こりゃただことじゃないの。反応の速さ、動きの正確さ、ギュッとしちまったんだ悟空。おのれジャスティスフラッシュ。手出しは無用か、孫悟空。まだわからないな。だが圧倒的だった力の差に孫悟空が一瞬で飛び越えたのは確かだ。そして今この瞬間にも戦いながら進化している。弾かれるたびに早く鋭く大一撃を地面に与えている。信じられない。地面にここまで追い詰め